皆さんこんにちは。花粉症すごくないですか？花粉症低くない？花粉症やばくないですか？いや俺全然大丈夫です。なんで？俺は花粉症だけど今日は全然なんともないです。雨だから？いやわかんないけど全然ひどいんですけど変わらず。まあね、もうこれ始まる寸前までマスクしてた、ね、マスクしてね、何から防御してたのかわかんない。外気、外気からね、外気、はい、抗菌でね行きたいと思います。ということで2月28日2月最終日です、はい、午前と午後の合間のひととき、サッカー県がハーフタイムの時間です。わーい。はい、本日ちょっと花粉症なんで、途中で鼻とか噛んだらごめんなさい。佐々木香織です、はい、そして本日も安田さんとお届けしてまいります。よろしくお願いします。まあ、先週ね1010回放送で、はい、お送りしましたけれども、うん、私安田さんの驚きのリアクションのポイント何回か見直した YouTube 普通でしたけどね、まあ、自分で見てないから分かんないけど、いやもうあれで、ね、面白すぎて、うん、何回で爆笑って言ってぐらいな感じじゃないの？いやちょっと音割れてましたからね。てかもう本当なんかなんだろう、ちょっと飛び上がってたもん。あ、そのってなった。声が聞く、声にくいと言われる俺の声が音割れするぐらい。うん、じゃあ声量が大きかったってこと？思いがマイクに乗った。なるほどね。乗った乗った。でもあれは驚いたでしょ。みんなが驚いた瞬間だよね。いやだけどそんなと思って。でもそれ見返した時にさ、驚いてたの俺だけじゃないでしょ。みんなってなってたじゃない。安田さんだけでさ。俺だけだ。だって明らかに私ね一番遅いですから。まあ、みんな別に。みんな安田さんのこと見てたんだ瞬間。あ、本当に？はい、でコメントもすごい、あの安田さんのそこに注目みたいな安田さんのこのリアクションだけで飯何杯もいけるみたいなこと結構ね皆さん書いてたんで、よかったね。いやいや、見逃した方は。そんな話してる間にエジルエジル来てますよ。ありがとうございます。イエーイ、うん、エジルね、素敵だった本当に、うん、先生って、はい、そうです。まあ、そこはニュースじゃないかな。そうですね、はい、ということで、本日はですね最新のニュースをお伝えした後、 J リーグのリアルがここに、ノンストップフットボールの真実を見よというタイトルでお届けします。タツさんこの後登場しますので、ぜひ最後までご覧ください。この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープで配信しています。チャンネル登録、フォローもぜひお願いします。それでは今日もハーフタイムスタートです。本日の放送は12日発売のワールドサッカーキングの提供でお送りします。はい、まずは、プレミアリーグの話題です。27日プレミアリーグ第28節が行われました。後で順位表をいろいろ出しますが、まずこちらの試合ですね。チェルシーとスパーズの対戦、互いに枠内シュート0本で前半を折り返すと、57分にアスピリクエタのパスに抜けたペドロのゴールでチェルシーが先制。さらに84分にトリッピアがロリスにバックパスを出すも、ロリスとの呼吸が合わず、ボールはそのままゴールへ。オウンゴールも含め最終スコア2対0でホームのチェルシーが勝利というニュースですね、うん、はい、これはあのカラバーカップの決勝で、うん、あの話題になったケパが出なかったっていうことが、ね、うん、一つだけど、そこのチーム内の内紛があるんじゃないかっていう中で、ダービーマッチで、はい、順位上のスパーズを倒すと、チェルシーとしてはね、あのすごい大きな勝利。いや本当ですよね、ここを ねちょっといろいろそういった問題、うん、内部事情も含めて、まあ、成績、うん、ね、結果的にもちょっと落ちてきたっていう時にこの対戦、うん、我々的にはそうなんですよ、ドローが良かったですよね。そうなんですよ、4位を争ってる我々としてはそうちょっとね、1試合少ない未消化なんだよね、うん、チェルシーが、うん、でまだ6位ではあるんだけれども、すごく競ってるので、はい、まあ、あのアーセナルとユナイテッドを応援してる我々としては、うん、チェルシー勝ったかと、あーそっちかみたいなところはね、優先順位的に言えば一番良くないパターンですよね、うん、そうね、まあ、4位っていうところね、4位っていうところで言えば、そう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 、だからドローだとちょうど足、ね、我々勝ち点3取ったので、あの足踏みしてくれるというところだったんですが、はい、全体の出ますか、はい、全体の順位表がこちらです。はい、チェルシーがね一試合未消化なんで、うん、はい、そう考えると、まあ、ほぼ4-5-6は横並び、固まってる、はい、うん、ほぼ差がないと見ていいですね。ちょっと本当なんかね、序盤戦を考えると、うん、なんかこの順位表は全く想像がつかなくて、はい、まあ、そうですか、チェルシーがまずねスタートダッシュ良、うん、かったっていうことを考えると、うんうんうん、この位置にねいるっていうのはあれだし、一時期のもうさ、うん、あれじゃない、1位2位はもういいじゃん。俺は良くない、もういいじゃん、だってもう無理ですよ、もう無理、全然無理、俺は良くない、本当にまだ、はい、まだ俺は夢を見てるから、マジで2位以上の夢を見てるんですか、見てるからすごいな、なんかそのメンタル欲しい、の夢を見てるから、うん、まあそうだから、あの諦めてないです。だから本当ですか、まだそのリバプール先週、はいはい、先週末あのリバプール戦だったけども、すげえ高いテンションで見れたもん、
あのそうまだあんじゃねえかと思いながらまあまあでもあれはある意味テンション高くなりますよね。テンション高い、あの試合はね。すげえいい試合だったんだけど誰もそれについて触れてないっていうね俺の中でめちゃくちゃ好ゲームだったんだけどさ。いやまあ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 、そうあの結果はすごいと思いますけど、これがねあの勝ち点差 の、 あの差がというか、十何ポイントも離れてりゃそんなに注目しねえっていう、ね、俺的にはすげえ好ゲームだったんだけどさ。いやまあでも、そうね、まあ私はとりあえず 1,2 と 3,4,5,6 は別の試合、別のリーグだと何とか思ってるんで。あの早いね。はい、諦めるの。はい、全然でも 3,4,5,6 の4チームで2枠っていうところに、うん、まあ少なくともスパーズを、アーセナルはこの週末直接対決のロンドンで、ね、はい、あの、ここで確実に仕留めておかないと。これ、負けたら冷めるよ。いや、冷めます、本当に、ね。マジで。冷めるよね。冷める。最低ドロー。本当最低、うん、最低ドロー。最低ドローだね。いやもうここはでも、でも今日の試合がね、うん、5-1 ですから。で、うんうん、エイジール、エイジールがもうちょっと出ちゃった今もう。エイジールがね、うん、じゃあ私ちょっと今日の収録これ仕事があったんで前半でちょっと寝たんですけど、うん、だからまあ前半 2-1 の段階だったんですけど、うん、もうね、うん、最初のエイジールのゴールがもう。これ見たね、むしろエメリ見たみたいな。ごめんなさい見てないんでちょっと説明してもらっていいですか一応、まあ、一応そうで、はい、簡単に簡単に、ね、簡単に。でも本当ねエジルのねスーパーシュートだったんですよ本当に、ミドル、うん、あの左から上がってって、うんうん、そのなんていうのエジル独特のこのなんていうの、うん、あの一回叩きつけてのループみたいなこう、うん、ふわっとしたゴールで、おしゃれなゴール、おしゃれ、すごいもうエロエジルですよ。エロエジルが出たんだ。はい、はい、なるほどね。はい、なんでもう満足だったのあのゴールで。もうこれまでの分を晴らすようなエロが出たと。エロが出た。なるほど。エロを目撃した。へえ。一応テンションは高まってるんで、うん、まず絶対ここは週末仕留めてほしい。そうだよね。これは本当大事な一戦。大きい一番だし、はい、まあ俺はドローが一番いいんじゃないかと思ってるけど。なんでや。それを踏まえて俺はドローを希望してるけど。まず3位のスパーズをちょっと巻き込みましょうよこっちもうちょっと。あまあね、3位も4位も変わんねえってとこあるからね。いやいやいや。それさあれでしょ、そのアーセナル特有のさ、取って、取ってナムより上に行きたいみたいなやつでしょまあ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 、うん、はい、俺はもうあの3、4だったら一緒なので2位ぐらい。いやでもまだ5位ですからね。まあまあまあ、まあ、5位3位4位も一緒で。いやでもね、あの全然アーセナルより俺希望持ってるもん今。すげえ希望持ってるよ。あ、そうですか。はい、もう昨日の、昨日というか今朝のね、はい、ゲームもそうでしたけど、うん、まあ調子いいっすかね、まあ、ここでなんつうのくすぶってたルカクが2ゴールっていうのが、もうルカクすごかったもん。そうですか。やっぱすげえなって。1点目右足で決めたし、うんうんうん、2点目ももうルカクでしか決められないような、長えなっていう顔されてる長えなっていう笑いが。だってニュースこれだけだから今日。あ、うん、まあ実質そうだね。じゃあ、はい、こんな感じで、ね、マージーサイドもありますからね。マージーサイド、あ、ほんと、どこ、あ、ほんとだ。まあね、いやすげえビッグゲームではあるんだけど、今はあんまりね、あんまり、まあ、ここで、まあ、強いて言えばあのエバートンホームだったので、はい、まあちょっとウィルソンパークで意地を見せるみたいなところはちょっとね、今日 5-0 ですよ。まあね、ちょっと強すぎたよね、うん、強すぎた、うん、はい、笑っちゃいますもんね。はい、はい、じゃ あのプレッシャーに負けて次に行きます、はい、コパデルレイ準決勝セカンドレグ27日に行われました。バルセロナがアウェーでレアルマドリードと対戦。国王杯でのクラシコ第1戦はバルセロナのホームで1対1のドローで終了。この試合ではルイス・スアレスの2ゴールとオウンゴールでバルセロナが0対3で快勝。2戦合計1対4でバルセロナが勝利し、6年連続の決勝進出を果たしました。3-0 はねちょっと衝撃的なスコアだ ね、うん、まあ、今そのレアルがねあんまり良くないし、はい、まあ、直近で言うとねベイル の、 あのトラブルというか、はいはい、まあ、チーム内のあんま仲良くないんじゃないかっていうのがあったけれども、はい、そこに追い打ちをかけるようなねクラシコでの 0-3 で、そのトーナメント戦を落とすっていうのは、はい、ちょっとダメージでかい、うん、ね。でちょっと元気なかったスアレスがここで2発っていう。あ、そうですね、まあ、その、ね、前はメッシがねハットトリックやってっていう中で、うん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 、ここに来て、まあ、チャンピオンズリーグもあるって中でね上げてきますね。ファーストレグ 0-0 だよね確か。 0-0 って中でね、1-1か、そうだっていう中で、うん、こんだけあの攻撃陣が調子いいとね、うん、バルサとしてはもう最高の勝利。いや、そうですよね。
この先に向けて、これ決勝進出したことで5連覇に王手ですから。うん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 、ね、すごいよねカップ戦5連覇って。いやなんかそういうところのモチベーションもね、なんかこうギアの上げ方みたいなのがね、うん、もうやっぱりあの慣れているというか、王者の戦い方だなっていうのはこのスコア見ると思いますよね。お二人はプレミアの時節が気になってしょうがないかもしれないですけど、はい、時節もクラシコ。あ、そうなんですか。そうなんだ、はい、あ、そっかそっかそっか、そうだ、クラシコ連戦です。うわ、 今でも何ポイント離れてるの今？7。あー、もうこれじゃあもうレアルからしたらラストチャンスぐらいの。いや本当そうですよ。もっとでした。もっとでした。9。あー、もうここはねレアルはもう絶対落とせない。うん、レアルの正念場って感じですね。そうだね、ドローでもダメだよね、うん、もうここは勝たなきゃいけないっていう勝負で、うん、もしここで落とすようなことがあったらまたチーム内の状況とか ね、それこそ監督がどうだみたいな話になってきますよね。クラシコ連敗とかってなったらね、しかもまた同じようなスコアで負けたらダメージがでかすぎるよね。うん、でかすぎる。あ、じゃあさ、あれじゃない、この週末アーセナルがスパーズに勝ってポジェティーノがレアル行ったらいいんじゃない、うん、違う、わかんない、まあその先誰が来るかにもよるか確かに、うん、確かに、はい、ということで、じゃあ週末またクラシコがあるということで、はい、そちらの試合も注目しましょう、はい、続いての話題です、マンチェスターシティ、この夏に初来日が決定しました、うん、横浜タイヤ、うん、横浜 F マリノスは27日マンチェスターシティと7月27日に、日産スタジアムでフレンドリーマッチユーロジャパンカップ2019を行うことが決定したと発表しました。ということはチェルシーも、うん、シティも来るってこと？そう。わお、うん、すごいですね。まだシティは相手が発表されてないけどね。シティ、あ、シティじゃねえや、チェルシーとバルサ、あ、そっか、バルサも来るの、うん、わお。この試合はマンチェスターシティのプレシーズンツアーの一環でキックオフ時間等はまだ未発表です。マンチェスターシティは横浜 F マリノスと同じシティフットボールグループのクラブで、うん、来日は今回が初めてということです。すごい、来日初めてな気しなかった。しないしない。なんか来てそうな気するけど初めてなんだよね。実は大昔に来たことがあるらしいっていう。へー、あ、そうなんだ。日本代表と試合をしたっていう噂。どことやるの？でもシティクラブグループでマリノスとやるの？そうそうそう、マリノスと、ん、あ、今回でしょ、今回はマリノス、マリノスやるの決まったんですか、うんうん、なるほど。マリノスとは、まあ、同じシティグループってことでやることが決まったって言うんだけど、うん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 、これはもうあのね、その夏に海外クラブが来るってここのとこちょっと下火というか減ってきたけど、うん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 、これはもう満員カードだよね完全に。最近でだってあの中国までで泊まることが多かったですから、日本までね来なくてシンガポールとか中国で泊まることが多かったから、うん、これはね盛り上がりますよね。そうね。ただ今コメントでね、あの、うん、コパがあるから何百組来ないんじゃないのなんてコメントもありましたけどね。確かに、まあ、ね、アグエロジェズス、うん、トップ誰やるんだよみたいな。そうそうそうおらんやんみたいなまあでもこういう時ってほら、あとはあの楽しみなのが新加入ね。この夏に獲得した選手のお披露目がこのプレシーズンマッチに当てられるってことがあって、昔、はい、あのユナイテッドが来た時に、うん、ルーニーの10番のお披露目が確か日本だったの。そのプレシーズンツアーだったのね。そういうのがそのなんかあのそういう意味でインパクトのあることやったりするので、まあ選手がフルメンバー揃うってことはもうそもそもそうないじゃない、うん、ね、あの誰か欠けてるみたいなのはあるんだけど、それでもすごいメンツだし、なんかそういう新加入選手のお披露目的ゲームになる可能性もあるので、まあそれはそういう意味ではすごい楽しみなゲームですよね。メッシ初ゴールも日本だったんですよね。あ、そうなんだ、そうなんだ、でも日産だから結構人入れないといけなくない？まあでもあのそれこそユナイテッド戦とかやった時は前になってたし、うんうんうん、あの、まあ、集まるんじゃないこれは、うん、行きたい行きたい、うん、行きたいです。なんか取材しましょう行きたいです。シティですよ、シティ。僕らも行きたい、ね、行きましょうみんなで。あの来るものは拒まず行きたいって自分から言ってんじゃん本当だね、うん、ということで、7月27日楽しみにしていてください、はい、続いてなでしこの話題です。2019 C ビリーブスカップ、初戦ドローに終わりました。2019年 C ビリーブスカップ第1節が27日に行われて、なでしこジャパンがアメリカ女子代表と対戦しました。中島恵美、もみきゆうか選手がゴールを決めるも、試合は2対2の引き分けに終わっています、うん、アメリカサッカー連盟主催の C ビリーブスカップは2016年よりスタート。なでしこジャパンは今回が初参加となります。
今大会にはアメリカ、ブラジル、イングランド、日本の4カ国が出場。次節は3月2日、なでしこジャパンはブラジル女子代表と対戦します。これなんかメンバー見ると、はい、あの結構主力の選手もいるんだけど、うん、あのニューカマー的なあの、うんうんうん、まだ若い若いっていうかもっと若いような選手とかっていうのも何人か入ってる中で、はい、アメリカのメンバーがよくわからないけども普通にドローっていうのはすごい結果だよね、うん、確かに、ね、モミピーがね、モミピーが途中出場からゴールってことでね、まあアメリカ相手にドローっていうのは喜ばしい結果じゃないですか、はい、うんうんうん、まあ、あとこれ初戦だよね、はい、昨日が初戦ですね。でブラジルとイングランドと4カ国ってすごい、ね、すごい4カ国ですよね。すごい大会だよね。結構なんかあのコメントにもやってたの知らなかったっていうコメントがね結構ありますから、うん、ぜひあのこれを機会に次節3月2日これどこで見られるんですかね。 CBS かどうだっけ、なんかあれかしら、うん、何か見られるところあるといいな、うん、うん。ちょっと今調べてます、はい、調べてもらってます。あ今ね BS 富士、 BS 富士みんなすごい詳しい、ありがとうございます、うん、BS 富士で見られるんだ、うん、いいですね、見やすい、うん、ありがとうございます皆さん詳しい、うん、なんでぜひ BS 富士見ましょう、はい、はい、次節は3月2日です。ブラジル女子代表と対戦しますのでぜひ応援しましょう。ということで以上本日のニュースでした。この後は特集です。タスさん控えてます。一旦 CM でーす。トップフットボールの真実を見よう、イエーイ、ということでよろしくお願いしますお二方、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で画面がパツパツじゃないですか。安田さんこの感じ久しぶりじゃないですか。追い出されてる俺。そうですね、あの字が出るんですね。そうなんですね、見てる人が、はい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 、初めて見ました。はい、タスさん大人気じゃないですか。ありがとうございます、はい、皆さんお久しぶりです。綺麗になってる。先週ね、あのタスさんが始めてくださったハーフタイムが1010回を迎えて、いやおめでとうございます、本当にもう1000回行ったんですね。1000回ですよ、まあ、毎日やってりゃ行きますよね、それね。あなた何回出てるか知ってた？あ、なんか僕チラッと見て、300何回だった、400回ぐらい出てるかなと思ったら、300ぐらいやった。そうそう、いやまあでもすごい、あ、このツーショットなんか変な感じですね。いいですね、ちょっと面が汚いな、まだおじさん2人は。いやまあ今日はその湘南ベルマーレのイヤー DVD をちょっと僕が見て衝撃を受けて、でこれはもうベルマーレサポーターだけじゃなくてみんな見なきゃいけないやつだと思って、で一応ベルマーレさんに連絡して、あれみんなに見てもらった方がいいんじゃないですかっていう話をして、でサッカーキングハーフタイムだったらまあ俺のコネ使えば紹介できるからってなんか偉そうにベルマーレに行って、でそしたらじゃあちょっとあの島村さんもあのちょっとこうすごいアテンドだね、もうそれでいただいて、まさかのですよ、まさかのですね、ありがとうございます、はい、ということで、ね、本日お話伺ってまいりますが、はい、まずお二人のプロフィールあのざっくりご紹介させていただきます。まず島村剛さん、1985年8月10日、埼玉県生まれ、早稲田大学卒業後湘南ベルマーレでプロデビューいたします。2011年に徳島ヴォルティスに期限付き移籍していた期間を除いて10シーズンにわたって湘南でプレーされました。昨シーズン限りで現役を引退し、現在は湘南のセールスユニットの一員として法人営業活動に当たられています。このセールスユニットっていうのは何に、どういうことなんですか？まあ、営業ですね、いわゆる、もうスポンサーを獲得することが目的として、はい、じゃあもう実際に企業さんに訪問したりとか、そうですね、お、企業さんだったり個人のところにも行ってスポンサーになってくれませんか。あのベルマーレは個人スポンサーもあるんですよ、ね、はい、あ、そうなんですか。少額から結構なれるんで、どうすか、なあ、そろそろなった方がいいですかね、僕。私はなってないで
やばい、さすが、いきなり営業来ましたね。こういうことをね、やられお仕事にされてるの。なるほど、なるほど。チャンスはね、決めなきゃいけない。さすがだ、はい、なるほど。さすがだ。張さんの教えですもんね。教えですよ、もう。さあ、そして、ダツさんのプロフィールです。あ、じゃあ、ちなみに、ね、コメントにもたくさん来てるんですけど、湘南の虎として有名なんです、ね、なんで湘南さんといえば湘南の虎、はい、あれなんで湘南の虎なんですか。そうですね、元をたどれば大学生の頃にフォワードやってたんですけど、はいはい、もうヒューガ君ですね、キャプテン翼のタイガーショットの、はい、まあ、あんな感じでオラオラ系でドリブルしてたら、まあなんか先輩たちから、はい、ヒューガ君ヒューガ君小次郎とか言われ始めて、もう最終的に虎って言われ始めたんでだいぶ完了しました、はい、そっからっていう、大学からっていうことだったね。そうですね、早稲田の虎って言われてたんですけど、早稲田の虎で、それがかっこいい、はい、なんかプロになってから少年の虎ってめちゃめちゃかっこいい名前ですよね、二つなっていうか、うんうんうん、そうですね、すごい嬉しいですね、うん、なんか虎グッズなんかも、はい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 、はい、引退した時に作ってもらって、ね、はい、まあ、湘南のトランプっていうのを作ってみたんです、うんうんうん、まあ、すごい好評で、へえ、ちなみにトランプのジョーカー、はいはい、長さんになってまして、ジョーカー長さんなんだ、で長カーって書いてある、すごい、そうなんです、面白い、はい、それでもサポーターの皆さんみんなそれでババ抜きやって、はいはい、長さん出たみたいな、みんなやりたいんですよ、その現物が見てみたい、見たい、ジョーカーいいな、すごい、なんかそういうトランプ作っちゃうだけでもうなんか湘南いいチームだなって思っちゃいます、いやいやいいチームですよ、もらっちゃってね、はい、もうぜひ今度やりましょう、僕のプロフィールはいいんじゃないですか、ちょっとさっくりね。はい、1980年ニューヨーク生まれということで、うん、フロムワン在籍時にサッカーキングハーフタイムの初代 MC として番組を立ち上げてくださいました。現在はフリーランスとして編集、執筆、映像制作として幅広く活躍されています。湘南ベルマーレの水谷社長との協調として楽しめてるか、湘南ベルマーレ2016フロントの戦い、そしてその第2章となる楽しめてるか、湘南ベルマーレ2018フロントの戦い、変化、成長、湘南の未来を現在発売中ということですので、そうなんですよ、これ、うん、本当別に損の宣伝のために、うん、今日お願いしたんじゃなくてガチで DVD の宣伝僕したかったですけど、たまたま発売日が明日っていう、みんな分かってる、たまたまね、これの宣伝できたなってみんな分かってる、いやいや、マジでたまたま、で水上そうだよね、ほんとたまたま、いやだって出るの出るの決まってたでしょ、だっていや決まってたんだけどここに間に合うかどうかちょっと分かんなかったですね、なるほど、はい、なるほど、偶然、はい、こちらを皆さんちょっとよろしくお願いします。その楽しめてるか2016の発売の時も結構話題になってましたけれども、はい、ありがとうございます。そもそもタツさんと湘南の関係というか、はい、関わりのきっかけって何だったんですか。僕はもともと、まあ、湘南というよりかは水谷社長と昔からずっと仕事を、いただいていて、で水谷さんには本当になんですかね、サッカー業界 の, この編集のキャリア の, そのなるような仕事をずっともらってたっていうのが、関係性としてありまして、でその時に、水谷さんの C グローバルっていう会社もう一個社長やってまして、はい、そこのお仕事で、ベルマーレの、オフィシャルサイト、モバイルのオフィシャルサイトの編集をやってて、当時だから僕もちょこちょこ大神とか行ってたんですけど、はい、まあ、それがまあそういう時に それぐらいかな、うん、そからの付き合いですかね。でまあ水谷さんとはまあその頃からこう、まあ、本当に何ですかね、こういろいろ本当にお仕事もらって、僕水谷さんによって生かされたような人なんで、なんでこう水谷さんが本出すっていう時に、うん、声かけていただいたっていう感じですね。じゃあもう水谷社長きっかけというか、水谷社長が本を書くっていうところに、はい、そうですね、ちょっとこう、はい、ね、共作という形で、はい、なるほど。でどこまで喋っちゃっていいのかちょっと分かんないですけど、水谷さんってこう自分からなんていうんですかね、本出したりとかそういうタイプじゃないんですよ、うん、すごいそういう方ですよね、そうですね、ちょっと一歩引く方じゃないですか、立つ出しとけよみたいな、まあ、そうなんですよ、そうそうそういう感じなんですよ、本当そうって思いますけど、なんかもう僕を救うために逆にそういうのをやってくれたとか、そういうような出ました、ね、じゃあ水谷さんこちら方ですね、なんですかね、まあ、であとその三能出版さんからもこうベルマーレとしてなんか本を出さなきゃいけないっていうのも多分契約かなんかであるのかな、まあ、その中の一環で、で水谷さんで自分の本をちょっと、うん、僕ご指名いただいて本当ありがたいですね。本当僕は水谷さんめちゃめちゃ尊敬してるんで、うん、
僕もです。はい、水谷さんの話もっとしたいんですけど、今日はちょっとね、DVD の話。そうですね。はい。はい、そして、今回はその DVD のね、告知というか、できていただいたということなんですけれども、はいはい、この DVD、ノンストップフットボールの真実、第5章。はい。これはどういう、ちょっとジャケット出ますか、あ、じゃあ準備をしていただいて、どっかで。値段も入っちゃってるやつですけど。あ、いや、はいはい、いいんじゃないですかね。はいはいはい。うん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 、この味に4320円で売ってます、うん、はい、これはいわゆる、J リーグの、まあ、各クラブ皆さん出してるんですが、はい、イヤー DVD というやつ で、うん、で湘南の場合は一応この、まあ、連続になってつながってるような部分もあるんですが、うん、まあ、正直これだけ見ても全然楽しい、この年だけ、うん、見ても楽しめる内容になってますと。でもやっぱりこういうイヤー DVD って、はい、このベルマーレのファン、そのクラブのファンじゃないと、はいはい、あんまりこう見て楽しいもんなのかななんて思っちゃうんですけど、うん、って思うじゃないですか。ところがどっこい、はい、これがもうサッカーの、うん、なんていうんですかね、本当一番大事なものが詰まりまくってる、うん、サッカーってやっぱこういうことだよねっていうのがもう詰まった DVD だから、うん、なんか別に J リーグファンじゃなくても、うん、もうサッカーっていうものに関わってた人は、うん、もう全員見なきゃいけないっていうぐらい俺も課題作だと思ってて、課題作なんかね、本当来年はちょっとあのちょうど昨日終わっちゃったけど、アカデミー賞に俺長編ドキュメンタリーにねちょっと出品っていうかね、してほしいぐらい、俺はいい、ロサンゼルスで1週間上映します、はい、やってほしいぐらい、そんな、まあ、いいドキュメンタリー作品な、まあ、よくあるイヤー DVD って、はい、その1シーズンの試合映像を中心にして、うん、選手とか監督のインタビューが挟まってる、うん、はい、まあ、ちょっと裏側みたいなね、そう ベタというか、はい、そのベーシックな作りだと思うんだけど、それに比較して、うん、何が違うか、うん、だからまあちょっと他のクラブをディスるようだけど、大体こう綺麗に作っちゃうわけですよ、いいところばっかりね見せようとするわけですよ。でもベルマーレが違うのは、もうあったことをそのままオープンに伝えちゃうっていうのはやっぱ、それは僕の本なんかでもすごいそういうのは出ちゃってるんですけど、そうだからその真実というかサッカーのリアルが分かるから、どうしてもなんかやっぱ世に出るものってこう綺麗にしたものが世に出てきちゃうから、特にクラブのオフィシャルものってもう綺麗にしてから外に出す、もうなんかまあ炎上対策なのか、なんかクレーム対策なのか、そういう形のものが世に出ちゃうんだけど、湘南の場合はそういうのもこう全部サポーターと一緒に共有しましょうと。でそれがサポーターだけじゃなくて他の人にもすごい勉強になるんじゃないのっていうのは僕は思って、これじゃあ例えば選手側で島村さんから見て、はい、出してる内容っていうのは、おやこれ出すのみたいなところが結構あったりするんですか。そうですね、うん、めちゃくちゃ強烈な場面見てたら出てきましたね、はい、あここも使っちゃうんだありますよ、やっぱりなんか見たいですね、はい、とりあえずその最初の冒頭の1分半でしたっけ、今日いくつか見せれるということで、見せていただけるんですか、うん、そのじゃあ、はい、スタジアムの音生かします、いや生かさないでいいんじゃない、ちょっとやっぱその緊迫感も、はい、ではいきますよ、はい、はい、まずね最初の冒頭部分、うん、ご覧いただきます、はい、お願いします。今シーズンは本当に楽なゲームは本当なかったなっていうのはすごい思いました。かなり苦しいんだと思います。何がしたいのか分かんないゲームだったな。なんで最後中途半端なんだよ、前の2トップ誰が行くんだよ。やっぱり湘南スタイルっていうのを理解しきれてなかったですし、攻撃だけは取られて守備しねえで、それで切れてんじゃねえよ、やることやってやるよ。順位表とか相手見て決まったら猛烈にモチベートしろ自分を。今日、俺たちで自分たちの力を証明しようよ。
いやもうここだけでやっぱすごいでしょ。ロッカールームとかあの戦術会議みたいなところね、バリッバーンもそうだし、張さん蹴ってたからね、あのカゴみたいのバーン蹴ってたからね。それに対して島村さんが日常です。これ僕 DVD 見たんですけど、この映像見たら見たくなりますね。もう一回見てえなって思っちゃいましたね。すごい、あそこのね張さんのセリフが多分あれ順位表かなんかをこうやってガッて丸めてんのかな、うんうんうん、で、まあ、順位とか気にしないで、うん、強烈に自分をモチベートしろって言ってんの、かっけーみたいな。いやでもこれですっげー怒りながら最後に楽しめって言ってた。そうそうなんかそうなんですか。ちょっとど選手どう受け取ったか。めちゃめちゃおかしい、ね、選手のその気持ちの揺られ方すごいですね、はい、あれだけガッて言われて、うんうん、でも楽しめって言われるんですよね、はい、やっぱり、ね、刺さる言葉すごい張さん多くて、はい、もう名言今までいっぱいあったんですけど、はい、まあ、その時刺さるんですけど、はい、今ちょっと例え出てこないんです。結構でもね忘れちゃうもんすよね。、はい、確かにその時その時でやっぱりね、うん、刺さる言葉が本当に多いですね。でもその湘南の選手って皆さんね、その張さんからいろいろそのお話受けてとかアドバイス受けてとかっていうのを、はい、その張さんに影響を受けるっていう張さんのお話がその心に刺さるみたいな、皆さんね揃って言いますよね、うん、だってインタビューしてても、まあ、だって取材もしたことありますよね、うん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 、ちょっと話聞いても普通の監督というか、うんうん、人にインタビューするのと全然違うじゃないですか、張さんって、うんうん、なんか絶対こっちが予想した答えは返ってこないんですよ、うん、もうなんかその予定調和なんてことは張さんにおいてありえないし、はいはい、で会見でもまあ多分今一番会見がやっぱ面白いのも張さんだし、うん、そこもこう常になんていうんですかね、聞く人がこうなんていうんですかね、グッと入れるように考えて喋ってるから、うんうん、だから取材してても面白いっていう、うん、会見こんなに面白くできる人なかなかいないと思いますよ、うんうん、めちゃめちゃでもみんな選手本当に調査に浸水してるって、うん、あの映像だけ見ると、うん、あの四六時中怒ってるように見えるんですけど、あのテンションが大体何割ぐらいなんですか。7割ぐらいです。7割ぐらい。結構ありますよ。ほぼほぼあれってこと。ほぼあれですよ。多いな。すごいよ。忖度して7って。忖度して7って感じ。実は9割ぐらい。9ぐらい。実は9割ぐらい。なるほど。それはもう刷り込まれるね。みんな、ね、あのエナジーはね。うんうんうん、逆にすごくこうや優しいというか、なんですか。ちょっと。そういう時もあるんですか、そんななんか。あ、もちろんありますよ、うん、もう練習以外の時とかは、うん、まあふざけてね話したりもしますけども、うん、まあでも怖いですけどね、うん、普段から怖いですけど。でもすごい選手思いで、うんうん、選手の成長を考えていつも話してくれるので、うんうんうん、まあだからみんな成長するんじゃないですかね、うんうんうん、取材するとやっぱり選手すげえもう、うん、超愛してるって言ってましたね、うんうんうん、やっぱ愛があるから、うん、こうちょっとこう怖いくても、うん、選手もついていくっていうのは、うん、だどっかに愛を感じてるんだと思うんですね、まあ、感じてましたよ ね、今ちょっとあの、はい、画面にアメとムチの使い分けうまそうみたいな書いてあったんですけど、はいはいはい、もうみんなよく言うんですけど、はい、ムチ多めじゃねみたいな。アメたまにちょこっとくれるんですけど、ちょこっとくれる、まあ無知多めですよね。その、まあ、たまにもらったアメ美味しいみたいな。なるほど、まあ、さっきコメントでもありましたけど、これド M 集なんだ。無知多め、それはね、でも湘南はある程度ねちょっと M 気がないと厳しいと思う。俺は思 う、ね、まあでもそれでその要は出戻り、うん、要はどっかに移籍してまた戻ってくる選手っていう、うんうんのは何名かいるじゃないですか、うん、はい、高山選手とか、はい、なんだろう、竹富選手とかもそうですし、はいはい、っていうのがいるっていうのはやっぱりまたそこで張さんのもとで成長したい、湘南で成長したいっていう思いがあってやっぱり来るっていうねことだよね。いや、でも間違いなくそうでしょう、うんうん、やっぱあのムチが恋しくなる瞬間ってのがあるんでしょうね。いやいや本当だから先ほどもちょっと控えしてしまいましたけど、はいはい、物足んなくなっちゃうって、はい、これやっぱり、まあ、話したりするんですけど、まあ、それは感じてもう一回鍛え直したいっていう意味で、うん、みんな帰ってきてるんだと思いますね。あのそれはあの練習もやっぱりハードだっていうふうに言いますよね、選手たちは、はい、その他のクラブに比べると、はい、ハード どの辺がハードなんですか。もうね、島村さんがね思い出すだけで汗かきそうな。本当ですよ、ね。まあ、それはあの島村さんもね他のチームを経験されてるんで、はい、特に比較ができると思うんですけど、ド、うんうん、ハードですよ。ドハードもう日本一ですよ、本当に日本一。そんなに、まあ、大体
ね、練習1週間って最初ちょっときつくて、うん、1回落としてまた上げて調整して試合みたいなチーム結構多いと思うんですけども、うんうんうんまあ、上げっぱなしで試合行きますからねもう我々は半端ないですよもう上げっぱなしって大丈夫なんですか？怪我したりとかなんか。いやまあでも上げっぱなしじゃないとあのテンションで試合に入れない。そうなんですよ。あの走るサッカーはできないわけですよね。ずっとやってるんでもうみんな強いんですよ。なるほど。ちょっとやそっとのことじゃ。ちょっとやそっとじゃもう怪我しない。今あの強化部長とか GM の坂本さんに聞いたんですよ。ねえ、まあ湘南の練習きついって言いますけどって言ったら、そしたらまあちょっと言い方はあれだけど、うちははっきり言って試合より練習の方が大事だからみたいな。ね、なんでその試合用に、うん、コンディションをこう保つためにちょっと練習抜こうかっていう、考えはないと、うん、もし練習で怪我しちゃったら、うん、それはもうそれまでだよみたいな、すごい武士みたいだね確かに確かに もうそこまで追い込むからっていう、それがやっぱりスタンダードになってますので、うんうんうん、もう当たり前、きついの当たり前ってみんな思ってるので、思ってるんですけど、やっぱきついみたいな。それやってる人たちはきついですよね、絶対。思っているよりもきつい、毎日毎日。それは、超監督だからなんですか？それとも、もう湘南の歴史としてそういう、こう、チームカラーみたいなものが初期からあるんですか？そうですね、ハードワークっていうのは湘南の本当にテーマとしてずっとあるものだと思うんですけども、まあ、さらにねやっぱり調査になってからまあ僕調査の前からずっといるんですけど調査になってからすごいきついなよりそれがこうなんですか、尖った感じになったんですか、デフォルメされていって、うん、そうですね、まあ、それで言うと、まあ、湘南って湘南スタイルっていうね、うん、サッカーのスタイルがもう定着してると思うんだけど、はい、それは DVD の中でも、うん、そういうのに触れるようなところはありあ、じゃあ、まあ、いい振りですね、じゃあそれで次の映像いきましょうか、はい、まあ、ここも湘南スタイルですよっていう、じゃあ秋元選手のインタビューいきましょうか、はいはいはい、お願いします。まあ実際これは仙台戦終わった後に誰も何も言わずにで負けた、でなんかみんなでお疲れ疲れって書いた時に僕は全然一人納得せずに、で選手だけ そのメールするとこに何もないけどお前らいいのかみたいなことを僕が連絡しても、まあ、帰ってきたのは美月から、ただ自分たちの思っていることを本音を言うことがこのチームにとって大事なんじゃないかなと思って、その火種を自分でどこで出そうかと思ってた時に、まあ、エスパルス戦で、まあ、自分より下の選手に言うと相手が萎縮してしまうので、逆に梅さんに僕がふっかけた感じでした。守備しねえで、これで切れてんじゃねえよ、やることやってから切れろよ、守備してるし、してねえよ、してるや、自分だけそう思ってるだけだ、だから俺よ、知ってるじゃん、こっちの映像見て確認しろよ、じゃあ見ましたか、皆さん怖い怖い、アウトレイジって出てたけど確かにこの野郎って言ってたからね本当ですよ。これお二人の関係で言うと年齢は梅崎選手の方が一つ上ですね、一つ上、はい、で秋元選手はチームに長くいて、梅崎選手は入った新加入に入ったの、はい、そうですね、1年目ですね、はい、っていうバックボーンがある中で、はい、秋元選手が梅崎選手のプレーについて、はいはい、まあ守備してねえじゃないかっていうやり合い、そうですね、ですね。え、待って、 J リーグの試合の後ってみんなこんな感じなんですか？いや違うでしょこんな風にならないですよね、まあ、特に、まあ、いろんなものが積もってあれになったみたいな、そうですね、だからここまでその湘南が、うん、この試合までにちょっと調子が悪くて結果が出ないのが続いてたのに、うんうん、選手同士でそれここで意見交換してないことに、うん、まあ、秋元選手はちょっとどうなのよっていうところがあって、うんうんうん、もっとみんな内面をさらけ出して、うん、議論するべきじゃないのってずっとまあ思ってたと、うん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 、でそれをどっかでチーム全体にこう、うん、強く言いたかったんだけど、うん、まあ、そのきっかけとして、うん、申し訳ないけどこう梅崎さんを使わせてもらったと、うん、要は、まあ、だからあれわざと切れてるんですよね、その、まあ、さっき最初に言ってたんですけど、うん、もし年下にあれやっちゃったら単なるいじめみたいになるじゃないですか、はいはいはい、だからあえてその上
で経験のある人にああいう風にやって、で上はこれだけ やり合ってんだよっていうのをこうをまず見せて若手にも、でこの後はあの映像はちょっともう見せれないんですけど、皆さんに買ってみていただきたいんですけど、そうすると議論が活発していろんな選手がもうすごいんですよ。この後まだレギュラーとって2年目の山根美希がじゃあキャプテンの菊池にガンガン言うとか、でその梅崎がじゃあどこのシーンで切れられたのかっていうのが検証されるの？その まさかのね、結構ね湘南やらしいなと思ったのが、その梅崎が走らなくて追わなかったシーンオーバーレイで映像でわざわざ載せながら、それを載せながらそれに正解、そのなどこが本当にダメだったかっていうのを、なんと一番若い19歳の斉藤美月がもうあの理路整然と冷静に梅崎さんはあそこで行って入れ替わられちゃって簡単と正解して、あそこでもう一回言わないのはダメだと思いますみたいな感じでさらっと言うのよ。でだってさ19歳がその一番のベテランに言うってすごいことだよ。斉藤美月はそれは自主的にいきなり言う、まあその多少編集入ってるからどういう流れかちょっと分かりづらいとかあるんだけど、でもその自主的に言ってると思う。すごいよ、あのシーン。うちの無縁同士みたいな人ですね。汗が入ってきた。画面にね言えるからものを。いやそう。あれがそれを受けての梅崎選手のなんかコメントみたいな。うん、もちろんもちろんあります。はい、だからそのこのなんていうんですかね。まあ今のはあくまでも秋元選手がふっかけたところだけで終わってるから、この後それが。こ うまく解決して湘南がこうそれでもあった問題をまあ解決してこう良くなっていくっていうストーリーなんですよ。じゃあルヴァンの優勝前、そうです前ってことね、はい、でそっから上がっていくみたいな、そうなんですよところがね、はい、だあれがあったかなかったかで、まあ、多分あれなかったらベルマーレ多分ルヴァンのタイトルも取れてないし、下手したら残留もできてないかもしれないってぐらいやっぱり、あそこで秋元選手がもうここ限界だろってことで気づいてバンってやったっていう。怖いよ怖い。後輩とはいえ秋元選手あんな言われたらさビビるよね。もうビビる、ね、まず見た目が秋元選手って怖い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 。普段からね、まあ怖いんですけど、あそこまで言うことってなかなか今まで本当になかったんですけども、島村さんは秋元選手からなんかそういうことあって、仲いいっすよ秋元選手、すげえ仲いいですよ、すげえ仲いいっすよね。まあ、試合中とか、はい、後ろから怖いですけどいや怖いよね、怖いよ、怖いよ、いやこれ言われたら俺ごめんって言うもんだよすぐ走ってねえじゃんか、ごめんって言うところをね、いや走ってるよっつってね、でもこの迫力でやっぱ止めてくれるんすよ。いやそうっすよね、まあ止めますよ彼は。確かにもうちょっとしたシュートだったらまあ大体止めてくれますもんね、まあ多分大丈夫だろうって思わせてくれるキーパーなので、まあ、存在感抜群ですね。普段からずっとああいうちょっとこうピリピリしたロッカールームっていうわけじゃないんですよね。メリハリなんですよね。そうですね、メリハリはあります。あの、はい、その辺は DVD 全部見ていただければ、普段は全然もっとこう和やかな時もある、まあ、もちろん緊張感はあるんですけど、そういうシーンとかも映ってたりとか、もちろん試合後勝った後とかの盛り上がってるシーンとかもありますし、まあ、そこも結構ね見どころでいいシーンなんですけど、いやすごいっすよ。でもこのね張さんがね、あのまだあれでもブチギレシーンまだ他にもありますから見たい、ちょっとでも今日はね、今日はちょっともうその張さんのシーンはないんですけど、ちょっとねぜひだから買ってくださいもう見た方がいいんすよ本当に。今年特別さらに面白いですよね。ですよね、ちょっと今年のは人だからね、誰とは言わないんですけど、いつもこのなんかあのクラブの関係者で、この、DVD のそのあらへんの段階で視聴会っていうのがあるんだけど、いつもならその視聴会は俺寝てたんだよねっていう関係者が言ってダメでしょ、相当な人ですねでだから大体あれなんか寝る時間だと思ってたってその人言ってて、でも俺今年初めて寝なかったんだよねってその人が言ってたぐらい、今年のだけちょっと、ね、見ちゃったんだね。目が覚めますよね。目覚め、あれ目覚めますよ。この野郎言ってたから。そのでもある関係者がタツに対しての口調からして、はい、なんとなくもう想像ついちゃう。もう。はい、でもう一本あるんですよね。そう、あ、そうですね。VTR もう一本ありますね。ぜひ見たいです。はい、じゃあもう一本行きましょうか。お願いします、はい。プロデビューを果たした坂にとって苦い思い出となったのがグループステージ第3節神戸とのホームゲーム。
いやまあぶっ飛ばされたんで、いや本当地獄でしたよね、ウェリントン選手に絶対ファウルだと思いましたよね。けど取られないし、そのまま点決められるし、生意気だったっていうか、いやいや後半だった方がいいでしょみたいなノリを結構持ってて、入団前から。だから俺はああいうのも冷静だった。今まで、あ、ラウレーファールじゃんってやってたけど、もうこれ点取られたこいつが恥ずかしい思いした方がいいなと思ったし、まあやっぱあれがあったからお前変わったみたいなことも張さんに言われたし、まあターニングポイントになったとは思います。俺まだまだだなってシーズン初期に本当に思えたことは大きかったんじゃないかな、あいつにとって。で、まあ、このあとサッカー選手は2試合ぐらいスタメン外れるんですけど、うんうん、3試合目ぐらいから、うん、レギュラーを取って、うん、そこからもう湘南のもういや本当はバイヤーとずっと競り合ってたんですけど、うん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 、完全にサッカー選手がレギュラー取っちゃったんですよ。でルヴァンのタイトルもきっと俺はサッカー選手がレギュラーじゃなかったらちょっと無理だったんじゃないかなって思うぐらい、決勝戦でも本当奇跡的なクリアとかしてて、このねやっぱワンシーンをどうその選手の成長に結びつけるかっていうのがこれやっぱ張監督のもう一流のやっぱ育成指導者だと思うんですよね。あんなのでもウェリにあんなんされたら、うん、ほぼ普通倒れるよ、ね、ほぼ 100% ああなるよね。もうダンプカーに引かれてました。思いっきりしか手もこうなってるしね。やってるよ。だけどあれのそのポイントはどこかっていうと、うん、ああいう風になっちゃったのは実はサッカー選手が悪いんですよ。あれってボールが来る前にちゃんとポジション取りしてれば全然あんな風にならない。だから張さんはそれをすごい言ってて、あれって普通に対応すればああいう風にこう追っかけないで済んだものを自分のせいでああいう風な形にしちゃって、まあそういう怠慢のプレーが招いたことだから、だからそれが最初にあったからあのファールなんてことは俺は言わなかったっていうことのようですよ。でもあのその坂選手が振り返ってる、あの喋ってる映像を見るともう振り返りたくないぐらいの顔してましたね、あれも。いやいやいやそうね。でもねそれぐらいやっぱ辛い思いをした方が選手ってある意味成長できる部分はあると思うんで、やっぱそういう、こう苦いあの経験があってから成長っていうのはやっぱありますよね。そうですね、もう僕も長いんでね、はい、何回怒られたか分かんないですけど、まあ、その度に本当に成長するチャンスだと捉えて、まあ、一生懸命頑張って、まあ、試合出れた時なんかは本当にまあ、調査に感謝しますし、やっぱそういった機会、まあ、若手特にそうですけど、すごい怒られてますけど、すごい愛のある監督なんで、まあ、それをきっかけにねみんな成長して、いい選手になっていきますね。怒られるんですね、はい、なんかそんなに怒られるって大人だしプロだしそんなにこうね、練習はもちろん努力してされてるのは分かりますけど、そんなに怒られるんですか？いや怒られますよ。全然なんかそこがね、知らないところというかピンとこないところで。まあなんかオールオアナシングのあのシティでね、やってたのが本当にロッカールームをずっと映してる様子なの。あれも多分見て、ペップってすげえこう劇場化というか、その気持ちを表す監督なんだなと思ったけど、それのもう一段上を行ったのが湘南みたいな感じだよね。だからその言い合いももっと激しいし、あのオールアナシックでもね、選手同士の言い合いってあったけども、それをもう一段上というか、より気持ちを前面に出してるような。いやで張さんがでもすごいのは、じゃあそうやってこう感情むき出しだけなのかっていうと、ものすごい一応考えてて、でこのそのサッカー選手の一件のところで面白かったのは、それ本の方でも取材してちょっと書いてるんですけど、要はあのあとじゃあどうやってアプローチしたらサカ選手があんだけ急激に伸びるんですかと、それって指導者のアプローチの仕方ってどの辺にポイントあるんですかって聞いたら、まあ、正直そんなもんポイントなんかねえみたいな話なんですよ、まず。で何したかって言ったら何もしてないって言って、で何もしないんですかって、なんかこういう言葉かけたとかこういうことしたとかないんですかって、いやあのさ俺そういうことよく聞かれるんだけど、な人間に何か言ってなんかそんな言葉だけで変わったりすることとかないからもうまあその通りだなって思ってさ、
本人がもしあのプレーがどこがまずいかって気づいてなかったら、うん、俺はちょっと言おうと思ったけど、うん、まあ、本人の後の態度をこうやってじーっと見てたら、うん、本人はあのどこがまずかったか気づいてるから、うん、気づいてる人に他人が言ったってしょうがねえじゃんみたいな、うん、それ逆効果でしょ逆にって言ってて、うんうんうん、やっぱさ、こうなんかすげえ熱いだけの人かと思ったら冷静に見てんだなと思って決して何もしてないわけじゃないですもんね。そうなんですよ、判断して声をかけない方がいいっていうチョイスをしてるんですもんね、はい、そうそうそう、だから夏休みの宿題やろうと思ってた人にやりなさいってこう言われたらさ、うん、今やろうと思ってたのにってなってなっちゃうじゃないですか。だからそういうところはすごい見てるって言ってましたね。まあね、その張監督によって、まあ、よりデフォルマされたっていう話もありました、うん、その湘南スタイルっていうものをもう一度改めて振り返りたいんですが、うん、画像を出していただいてもいいですか、うん、はい、この湘南スタイルっていうのはそもそもどういったスタイルなんですか、島村さん。そうですね、まあ一言で言うのは難しいですけども、うん、まあ、全て突き詰めてるところじゃないですかね、うんうん、もうこれはチームに浸透してる、はい、よく走ることもそうですし、うん、はい、まあ、守備で体張ることもそうですし、うん、まあ、練習にもうしっかり早く来て準備するっていうことも、まあ、全て、うん、勝つために突き詰めるところ全てがやっぱり湘南スタイルなんじゃないですかね、うんうん、だってね、これ書いてあることが、はい、湘南ベルマーレはプロフェッショナルチームである以上成果は勝ち点3のみと考えています。しかしながら勝負の世界に勝ち点3を獲得する明確な方程式はありません。だからこそ勝ち点3を獲得する確率を上げることを追求していくしかありません。その手段が目指すサッカースタイルであり、我々はそれを湘南スタイルと呼んでいます。いや、これまたすごいのが、うん、ピッチ上だけじゃないんですよね、この湘南スタイルが。で、まさに島村さんもフロント入ってすごい感じてらっしゃるんじゃないかなんですけども、はい、フロントの人たちも本当に湘南スタイルですよね、うん、完全にそうですね、うん、まあ、人数少ないこともありますけど、うんうんうん、まあ、それぞれがみんな頑張ってますよね、うん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 、そしてなんかフロントのみんなベルマーレがすごい好きなのを入ってみてすごいまた改めて感じて、なんかそれがやっぱり日々の頑張りにつながってるのかなと思って、今すごい働いてて楽しいですね。あのピッチ上でも湘南の選手ってものすごいスプリントして、データとしてもまあ J リーグで1位のスプリント回数って出てますけど、フロントも本当にスプリントしてるみたいな仕事の仕方なんですよ。もうレスは早いし運動量多いしみたいな、これでこんだけみんな働いて、でしかも普通 J リーグのクラブのスタッフってまあ、少ないところで今やっぱ30人はいるんすよね、うん、でもベルマーレ多分一番少ないんじゃないの、23人とかって。そうですね、ですよね、それぐらいです、はい、それでも増えて、ね、それでも増えて、はい、J1 で J1 で一番少ないんじゃない。だって多いところ全然ね100人近くいるところありますからね。それがやっぱ23人でやってるっていうのは相当しんどいかな、すごいね。でもその少数精鋭に選手からフロントに入られた方がもうがっつり適応されてるというか、いや適応してるから全然で走ってるわけじゃないですか、うん、はい、すごいですよね。そこも、いや本当ですか。それは本当に湘南ベルマーレのすごいところで、まあ、また僕の本の宣伝になっちゃいますけど2016年の方に書いたんですけども、今 GM やってる、坂本浩二さん、まあ、ミスターベルマーレですよね、はい、うんうん、の方が最初選手で、まあ、フロント入ったんだけれども、うん、仕事をなんかみんな元選手だから誰も振ってくれなくて、うん、こう会社で何もやることなかったと、うん、でこう偽でなんかパソコン打ってるふりして仕事してるふりして時間潰してたみたいな、うん、そういうところから、うん、こうそっから始まるんですけど、うん、最終的に営業を体当たりで覚えていって、うん、で営業部長になるんですよ。で営業でもバリバリ結果出して普通に会社員としても結果を出しちゃう、うん、で坂本さんはまあそういう形であのフロントをまあ育てたというかそういう戦力にしたんですけど、うんうん、でその後にも、ベルマーレには猪狩さんっていう方がいらっしゃって、はい、うん、猪狩さんも元選手で、うん、でフロント入ってもうバリバリ会社員としてやっぱ戦力として使えてます、うんうん、でどこのクラブとは言わないですけど、うん、元選手をフロントに入れると大体置物ですよ、ね、まあそういうイメージなんかやっぱりね、はい、ありますよね。よくわかんないなんちゃらなんちゃらアンバサダーみたいな、なんかよくわかんない横文字のなんか変なあの役職がついて、うん、なんか置物やってんだろうなっていう感じのが多いんですけど、うん、俺が悪いこと言ってる時だけでワンカットさんやめてもらっていい。でもそういうつもりは
湘南の場合ない。だから島村さんももうもろ戦力っていう感じで、もう考えてますよね。坂本さんは坂本さんが変えたってことだよね。だからお気持ち坂本さんから変わっていったんじゃないですか。あったところを坂本さん自身が変えて、いや、いや本当そうだと思いますよ。そうだよね。で自ら飛び込んでって言ってっていう人で、だ坂本さん自身もかなり湘南スタイルだなっていうのは感じますね。そのね湘南スタイルに適応するためにというか適応できる、まあ、選手の獲得もすごく大切じゃないですか、まあ、素質も大事だと思うんですけど、その獲得基準っていうのもあるんですよね。これはデータで出ますか。はい、このね7あ これで、はい、まずは五箇条の方ですね。ここ基準、まあなんかベルマーレの試合見たことある人だったら大体こうだよねっていうのは分かるような感じの5つなんじゃないですか。はい、島村さんいかがですか。いやこんなのあったんですね。でも見ると納得ですね。こんな選手しかいないっすね。あったんですね、獲得基準が。で獲得基準はこちらの5基準なんですけど、選手に求める7訓というね、はい、7か条もあるんですよね。それがこちらです。はい、はい、これも、ね、すげーなこれ初めて見ました。本当ですか。でもあれですよね、島田さんはもう染みついてますよ、ね、そういうことですね。もう見なくてももう、うん、基本的にこういうのあのスタイルで、はいはい、やってたっていうことですね。やらせていただいてますね、はいはい。でもやっぱりあの上の4つはね結構こうプレーに関することだったりもしますけど、まあ、5、6、7の3つって結構こう何事にも普遍的にあの大事なことというか、選手としてだけじゃなくてそれこそフロントに入ってからもすごく大切なものですよね。はい、ありがとうございます、はい、ということで、湘南スタイル、いろいろちょっとお時間も迫ってまいりましたけれども、そんな時間だね、あっという間で、はい、そうなんですよ。このね、改めてこの DVD、そしてタスさんのご本もそうですけれども、はい、J リーグのファン、まあ、ベルマーレ以外のファンの方にも見てほしいっていうポイントとしてはどこになりますか。まずそうですね、 J リーグ以外のファンでも基本的にこれ僕この DVD はあの主演超キジェだと思ってるんで、っていうそういうまあ映画っぽく見ることができるかなって思っていて、で、まあさ、まあ本当みんなに見てほしいところとしてはサッカーっていうのはその本当にどうしても曖昧なところが出ちゃうから、選手同士がやっぱ言い合って激しくぶつかり合ってそのファジーな部分を詰めていかないとそこを疲れちゃうよっていうことだと思うんですよ、サッカーって。いろんな戦術とかあるけど最終的には選手それぞれがそういう風にお互いでもう意見をさらけ出してぶつけていかないとそのファジーな部分は埋まらないよっていうことだと思うんで、その辺があの DVD 見れば本当によく分かっていただけるんじゃないかなと。タツさん何分くらい出てるんですか。僕は1分も出てない。島田さん出てないですか。そうですね、まあ、見どころ、ね、もう一つあるんですけどね。あそうだった、昨日ちょうど、はい、DVD 作ってくれた会社の社長さんからメールいただきまして、はいはいはい、DVD 告知行くんでしょうと、はいはいはい、もうあの DVD の味噌は、はい、やっぱりあの清水線のあのバチバチしたところ、はい、と、はい、我々はもう最後のエンディングの島村剛が出てくるところすごい思いを込めて作ってくれたとおっしゃっていたので、そのメッセージを見てから僕もう一回自分のところ見たんですけど泣きましたね。いや、はい、ね泣いちゃうよあれは。つまり隠れメッセージみたいなことですか。そうですね、なんかこの DVD を締めくくるところで本当にもういいエンディングというか、まあ、そここの年で現役を退く、はい、こう島村さんに向けたなんか何かがあると、はい、そういうことになってますね。ぜひ見てね。そうですね、見てほしいですね。あと島村さんスピーチうますぎじゃないですか。いやいやいや、本当ですか。はい、皆さん言ってましたよ、メディアの人は。あの人スピーチすごいうまいねみたいな。いや、あんな DVD に、ね、取り上げてもらえたんで本当にちゃんと喋れてよかった。すごいですよ、スピーチ上手で。だから絶対営業向いてるわって みんな言ってましたもん。もう一つあの後ろでかかってる曲がめちゃくちゃかっこいいんですよ、はい、そこも注目ポイントですね。あれなんていう曲なんですかね。なんて曲なんですか。それじゃあちょっと社長さんに洋楽かな。洋楽かな。もうめちゃくちゃかっこいいんですよ、今すごい探してるんですけどね、必死に。今ニコ生で Amazon で買おうと思ったけど品切れだっていうコメントありました。あら品切れか。どこで買えるんですか。 J リーグ公式オンラインストアで。 J リーグ公式オンラインストア、はい、おリンク出たりする。
リンク出ているんで、あ、リンク出てますね、はいはい、そちらで買えると、あとね、ニコ生は上、YouTube は概要欄、ね、あのコアサポだと他のクラブグッズ買う余裕がないので配信も検討してほしいなんていうコメントありますけれども、あ、確かに俺はでももうちょっとやっぱり YouTube に切り出して、出しちゃってもいいんじゃねえのかなって思いますけどね。なるほどね、なんかそれで結局それ見て買おうっていう人いるんじゃねえのかなっていうのはちょっと思うかな。確かに私たちね、プレミアファンでもシティのドキュメンタリー見たい、見ようって思うと同時に、やっぱりサッカーファンだったら違うクラブでもそういう本当の部分が見える、こうさらけ出してる綺麗事だけじゃないクラブの裏側みたいなものってやっぱ興味すごくありますから、ぜひね、いろいろこう小出しでいいんで見せてほしいです ね、ちょっとそれは期待したいですよね、いやでもこれあのなんかサッカー好きな人が野球のね、ベイスターズのロッカールームのやつに興味を持つのと一緒で、うん、なんか競技問わない気はするよね。確かに確かに、サッカーファンじゃない方もいいこと言いますね。エンターテインメントとしてね、楽しめそうな気がするので、スポーツのね、熱とかぶつかり合いみたいなものは普遍ですからね、はい、ね、あのこ一つだけ気をつけてほしいのは、この DVD を見た後、ものすごいなんかいろんなものに怒鳴りたくなる、サッカーとか見てるとなんかすごい怒鳴りたくなっちゃう。もうそれはアウトレイジとかサインフォームじゃないですか。もうそ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 う、乗り移ってくるね。そうそうなんですよ。それ要注意、要注意ですね。不用意な喧嘩をしないように、売らないように、はい、ということで本日の特集、 J リーグのリアルがここに、ノンストップフットボールの真実を見ようというタイトルで湘南ベルマーレの DVD PR させていただきました。ありがとうございました。一旦 CM です。それではエンディングでございます。 DVD ももちろんですけれども、タツさんのご本が、絶賛発売中でございます。偶然にも明日発売っていうね、本当に偶然にも明日発売です。こちらありがとうございます、こんなのも出していただいて、まあね、簡単にどんな話か、あ、これは、まあ、2018年の、まあ、ベルマーレのフロントを中心とした、まあ、そのドキュメンタリーというか、まあ、インタビュー、ありの、まあ、作品なんですけども、今回の、まあ、僕がそのテーマとして書いたことが、前回2016年の、まあ、これ続編なんですけども、2016年の時はもうフロントに思いっきり的を絞ったんですが、今回のは、サッカークラブってやっぱりフロント選手だけ良くてもダメ、フロントだけ良くてもダメなんですよ、何が大事かって、あともうステークホルダーって考え方がもっとサッカー界にはこう浸透しなきゃいけない、でなんで今回は、サポーターそしてスポンサー、まあ、ライズアップ、スポンサー、まあ、親会社であったり、あとはスタジアム DJ のロンドさん、ね、そういった方々が全員が勝利を目指してるから、やっぱりルヴァンのタイトルが取れたんだよって、ルヴァンのタイトルの偶然じゃなくて、彼らがその勝利どうやって貢献するかっていうことをステークホルダー全員が考えてるっていうところを、まあすごい出したくて、まあ、本当ロンドさんのインタビューと、あとコールリーダー、高橋治さんっていうんですけども、ベルマーレはまだ25歳ですよ。じゃあ若い、あ、そんな若いんですね。若いんですよ、治さんって。老けてますね。ちょっと貫禄ありますよね。そんな若いんですね。そうなんです。はいはい、ね、彼らのインタビューは僕はもう本当に皆さんに読んでいただきたい、素晴らしい、なんかそういう人たちの力があってやっぱり勝てるよねって、フロントだけでもダメっていうところをすごい今回はちょっと伝えたいです、もちろんフロント素晴らしいんですよ、今回もあの遠藤幸恵さんたっぷり出てきますので、はいはい、そしてもう一度 DVD のあれを詳細をお願いいたします。はい、湘南ベルマーレイヤー DVD ノンストップフットボールの真実第5章2018覚悟は、4320円で、もう現在絶賛発売中ということで、J リーグのホームページぜひご覧ください。これでもね、今後やっぱこれを見た人か見てない人かで、やっぱり J リーグの語り方の深さ変わっちゃうと思うから、選手ってこういうもんだよねっていうのがやっぱり分かんないでサッカー見てると、今後そういうので語っちゃうと上滑っちゃうよって俺は思うから、上滑んないためにもやっぱ真実を見といた方がいいと思いますね。はい、ありがとうございます、
それではエンディングということで番組からの告知をさせていただきます。明日昼も夜もあります。お昼はですね、トトマツさんと長谷川優さんが海外トト予想をいたします。海外トト誰トトマツって J リーグの予想じゃないんですか。トトマツって新しいキャラですよね。びっくりした。J リーグのトト予想をいたします。トト神じゃないんだ。違う違う。金曜日、明日の夕方じゃない夜18時30分からは金 J 砲弾第2弾ということで川崎対鹿島をみんなで語り合おうという、これコメスタ的なやつですか。裏実況的な、あ、裏実況的なやつね。はい、をやりますのでぜひこちらもご覧ください。そして、今日の夜もね、ちょっとサッカーじゃないんですけどベースボールキングの方に私が出ます。はい、そうなん、はい、佐々木さんだって野球も詳しいですね。あ、そうです、阪神のキャンプにあの2月行ってまいりましたので、その時のお話などもいたします。なんか、あれですって、そろそろあのオープン戦も始まりますし、開幕が前ということなので、今得点をじゃない、なんだっけ、各ベストナインとか奪三振とか新人王とかっていうのを今のうちに予想しておいて、シーズン後に答え合わせしようっていう、まあ、ワンシーズンかけてやる番組っぽいので、ぜひ皆さん、ね、野球も詳しい方はいろいろ予想して参加していただければと思います。こちらは19時からやりますのでぜひご覧ください。そして最後に一言だけ私言ってもいいですか。はい、無事に、3月8日からのアーセナル観戦ツアー成功が決定いたしました。ありがとうございます。いつかちゃんとどういう経緯があって、どういう風に皆さんに盛り上げていただいてっていうことをちゃんと私話してお礼が言いたいんですけど、本当にツイッターの皆さんのおかげで、タツさんも告知リツイートしてくれて本当にありがとうございました。安田さんもありがとうございます。ぜひなんか行ってきたらこのツアー報告会をここの番組でね、ぜひ写真をバンバンやりながらね、もうなんか本当に最高危機、開催危機のところから皆さんのおかげで、なんとかやれることが決まって、しかもあれ安いっすよね、結構なんかこうツアーっていうものに割高感を感じる方が多いと思うんですけれども、やっぱりその、まあ、席が確実に確保されていたりとか、いろいろこう手配もついてますし、陶芸とかもついてるので、そんなにこう本当に高いものじゃなく、我々も利益ほぼなくやっているので、そうだと思うんですよ。だからあれあの価格って多分自分で手配してもあれよりちょっと下がるぐらいしかいかないと思うし、でチケットってまず そもそもあんなビッグカードのチケットって普通に行ったら手に入らないから、そうなんですよね。でまあちょっとダフ屋とか使ったとしたら、ダフ屋に普通にチケットだけで20万とかって言われるから、そしたらもうほとんど半額ぐらい、ツアーの半額以上の金額になるから、そういう意味で俺はすごい安いなと思ってね。ありがとうございます。なんかね、その辺の説明もちゃんとね、する時間がねあんまなかったりとか、ちゃんとできなかった我々も悪いなと思っているんですけれども、ぜひいい皆さんの盛り上げのおかげでできたツアーなので、ぜひいいツアーにして皆さんにいい報告ができることを、頑張りたいと思います。本当に皆さんありがとうございました。はい、ということで、今日はタツさんと島村さんお越しいただきましたが、またぜひシーズンこれから始まってね、忙しいと思いますが、島村さんにもぜひ報告をまた来てほしいですし、タツさんもまた、はい、呼んでください。お願いします。はい、全然声かかんないんで呼ばれれば来ますんで。でも先週コメントもらおうと思ったら、ちょっとタツさんお忙しいみたいでっていうね。あ、そう、もうちょっと予定入っちゃっててなんでちょっとメールだけで。ぜひまた遊びに来てください。お願いいたします。はい、ということで本日は、お二人をお迎えして、J リーグのリアルがここに、ノンストップフットボールの真実を見ようという特集をお届けしました。皆さんありがとうございました。それではまた明日も見てください。さようなら。バイバイ。